練習するけどな。忘れられへんのなら、もう会わん方がええよね。どうせうちら流されただけ。決まりきった言葉は聞き飽きてしもったわ。なんやかんや言うても出口のない二人やから、嬉しくも悲しくもない分やけど、あんたのおらん毎日が日常やった頃に戻る。右左なる。